はい、お疲れ様でーす。ドローンでーす。今回は、ちょっとね、合唱戦前の最終補強として、まあ、本若の方ではね、デイリー合唱かな、そちらの方を弾いていくんですけど、サブアカ、後半でサブアカの動画を載せますんで、そちらの方もね、合唱を弾いていくんですけど、それはちょっと石がね、68個あったんで、それをね、ちょっとね、ぶち込んでいこうと思います、あるガシャに。で、ちなみにね、この激震はスルーします。これはさすがにスルーでしょう。なぜかというと、多分ね、3周年の後半のイベントかなんかでもっとすごいガシャが来るって噂が流れてるんですよ。なんかね、星7がね、また来るんじゃないかっていう噂が流れてて、なんだろうな、キャラで言えば宝剣とか、あとは歓喜とか李牧、もしくは連覇、そんなの感じで、噂が流れてるんで、そちらの方に絶対石は取ってた方がいいかなと思います。で、なぜねサブアカで引くかっていうと、サブアカはね、本当に特攻の武将が一人もいないんですよ。なので、特攻武将一人は欲しいなと思ったんで、それをね、ちょっと引いていこうかなと思って、サブアカは石を使うことを決意しました。で、もう何を狙うかっていうと、やっぱ一つしかないっすよね。国王っすよね。国王っすよ。やっぱ国王がね、もうズバ抜けて強いんで、まああと陽炭は強いんですけど、国王と陽炭はその2体っていうか、まあ、どちらかを狙っていきたいなと引き続き思いまして、追加画像をしようかなと思って動画を上げさせていただきました。まあ一応ね、どちらの方も対象は録音見できます。で、録音見で攻撃速度上げて、もう城をぶち壊していこうかなと思ってます。はい、というところで本若はデイリー画像は激レアかな、これ超激レアになるかな、一体で終了。まあちょっと、まあ、ステータス見てみますけど、激震の攻撃速度特大ぐらいですかね、気になるのは。それぐらいかな。まあ、あとはね、ぶっちゃけ国王の方が、すべてにおいて上回ってると思うし、僕はあんまり激震に魅力を感じないので、ここはスルーしたいなと思います。っていうかね、思うんですけど、多分罠でしょ、これ。罠だと思うんですよ。3周年の激アツガチャの前の。完全予兆です、予兆。これ罠だと思うんで、スルー推奨ですね。これはこのステップアップは、ステップアップとだからといってガツガツ引くもんじゃねえなと僕は思いました。石は大切に扱いましょうって感じで。で、一応領土戦今までの結果見てみるとこんな感じですね。僕今まで3回参加をさせてもらってて、10兆2000人以上3000人以上って感じなんで、今回は本若は目標4000人以上目指します。はい、まあね、通算記録なんでね、両手に関してはなので、ちょっとコツコツやっていこうと思うんで。はい、一応パーティーはこんな感じ。大将録音見で、サブで、タウンは国王、新&エース、保証、これでいこうかなと思います。まあ一応ね、国王を開眼させてね、明日もらえるログインボーナスでそれやっていこうと思います。はい、やってまいりました。サブアカでございます。はい、サブアカは一応こんな感じで68個石が溜まってますよと。まあそれで、まずね、デイリーガシャから引いて、少しでもね、望みを、持っていきたいなと思います。まあ一応ね、はい、10兆で終わってます。あんまりできなかったんで、こっちのサブアカに関しては、はい、両手線こんな感じです。なので今回はもう10兆以上ですね、目標は。サブアカは。もう軽々いけると思うんですけど、10兆以上は。やりせすればね。よっしゃ。えい、激震はスルーね、こっちも。あ、もちろんスルー。していこう。さあ、デイリーから引きます。さあ、なんとかね、こちらの方のアカウントはね、もう金でもいいから。とにかく、副官が欲しい。
副官が欲しいです。副官出てくれ、頼む。はい、じゃサクサク解いていこう。さあ、なかなかね、やっぱ星6が出ないとテンション上がんないっすよね、どうしても。まあデイリー7連だったらしゃあないけどですね、ほんとね。おー来た金。おー、マロン、マーロンさんやねーか。いいね。よし、副官マーロンゲット。まあちょっとね、副官も強化しながらやっていきたいですね、なんとか。よーし、じゃあちょっとね、追加で泣けなしの1をねぶち込んでいこうと思います。単話箇所ですね、10連一本勝負でいきます。もうこれで獲得できなければしゃあない。もうその、あのパーティーで挑みます。なんとか組めるパーティーで、はい、これで組めたらね、強化すればいいだけなんで。さあ誰か来てください、お願いします。さあ誰でもいいよ、頼むよ。今回はね、あの領土戦、とにかくやっぱアイテムが素晴らしいらしいんですよね。アイテムが優秀らしいので、全部取りに行って、うん、マジで。だからね、ダブルでね、ちょっと回していこうと思います。一応領土戦できたらね、ライブ配信予定してます。前回ライブ配信マジでダメだったんで、今回はちょっと リベンジでやっていきますんで、よかったら見に来てください。ライブ配信ができないにしても、アーカイブで残すか。おー、した。おー、よっしゃー、タウンはよっしゃありがとう、タウンはが来てくれた。よし、よかったよかった。で、まあ普通に動画を出すかライブでやるかでちょっとやります。で、ライブで出した場合はアーカイブ残しますんで、いつでも見れるようにしておくんで、皆さんぜひ見てください、お願いします。よし、弾引いた、特攻キャラ当たりました。よしよしよし、ちょっとサブに入れますもん、これ間違いなく。はい、弾が来てくれました。まあ確かにその海岸武将とかしないので、まあ、このままレベルマックスにすれば使えるんですけど、他の武将とかで調整しながらねやっていこうと思います。まあ、サブアカはねそこそこ引けたんでね、まあ武将をかき集めて、なんとか領土戦回っていこうかなと思います。では今回の動画はこれにて終了とさせていただきます。領土戦みんな頑張りましょう。ありがとうございました。